繋げたら、なんかちっちゃい子のあれ、おもちゃみたいなんだけど。あ、本当だ、かわいい。かわいいけど、どう？見れる？それ。かわいい、完全に貧乏ちゃまスタイル。できるかな？完全に貧乏ちゃまスタイル。かわいいかな？あ、アイシャの髪色にめっちゃ似合ってる。黒黒黒で真ん中。でももしかして可愛いかも。何ここ、コンドミニアムみたいな感じ？オフィスなのかな？ダウンタウン散策、はい、ゲットしました。このね、マイモーンって読むのが正しいかわかんないんだけど、ずっと私がパーチェスって押すか押さないかのギリギリのところで、このセールがあると知り、なっちゃんと一緒に行ってみました。やったね、めっちゃゲットした。無駄にゲットした今の時期買わなくても良さそうなフェイクファーの帽子とかを買っちゃったりとかしました。私はどっちだ、ちょっと道を渡ります。渡りました。ダウンタウンはいろいろ進んでって、開発がね、で、あの橋もできたしね、行ってましたね。そう、じゃあたまたまだったの、あの橋に行ったの。でもあの日だけ多分開放されてて、橋が、あの日とその前の日わかんないけど、でリッキーが言ってた、なっちゃんうんこ踏まないよねめっちゃうんこあるから。この日はなんか動物園行って、ハクがリッキーとプレイデートしたいって言い始めて、プレイデートの相手コーナー、相手なの、そうなの、リッキーはプレイデートしたいっていう人なの。だからカフェに行って、その後に橋できてるよって話になって、行ってみようよって言って行ったんだけど、すんごい焼けたよあれはい、それでハウザー&ワース、ワースなんだろう、ワースなんだろう、あ、うんこまた、あ、やだやだっていう美術館がありまして、そこのね、グッズも私ね、何、 T シャツとか買ったことあって可愛かったりするのよ。で、今どんな展示やってるか全く知らないんだけど、またうんこあるね。誰？脱法？でかくない？うちにね、超でっかいうんちあって、多分ね、ラクーンなの、うろうろしてんの、うちの周り。で、そのハウザーの中でご飯も食べようっていうことになってます。超久々に来た。でもずっと来たいと思ってた。そして、かわいいこれ。かわいいよね。LA って感じ。やってるかね。ちょっと最後にグッズ屋さん寄ろっかね。やってるね。行ってみよっか。にぎやかだね。ここのショップも可愛いんだよ。ね、見てみよう、ショップ。なるほどね、面白いね、すごくない？もうさ、そのままなんだよ。何の工場だったんだろうね。ここで働いてる人たちがいたんだよね、この工場にね。ラーとかも可愛くない？可愛い。あ、マックロクロスケかな。ホットドッグ屋さんも座れる？ホットドッグ屋さんも座れますよ。オッケー。外も確かに。ソルト&ストロー食って帰るか。食って食って食べたいね。超久々に食べたい。超久々でもないわ。私ハクとミフとめっちゃ行ってるわ。ここに来ると大体、ね、ホットドッグ食べて、うん、アイス食べてっていうのが最高だね。有名なのは知ってたけど初めてです。じゃあ買ったもの披露し合おうよ。メインは9割アイさん。9割アイさんですね。すみません。いつも並んでるよね、ここ。空いてる。イエーイ。ということで、並びます。発表いたします。買ったもの。じゃじゃーん。まさかの。めっちゃ熱いやつ買いました。こういうの欲しいなって思ってて、リフが持ってんの、こういう水色みたいなやつの帽子を買ってあげたの。一回も着なくて、日本に持ってって、大人でもこういうのあったらいいのになって思ったものです。ヘルムトランペット、なんかすごい久々にヘルムトランペットだった。っていう部分が可愛い。可愛いよね。ここが2個なんかジャンジャンってなって、これ着るとこういう感じで、ここになんか巻きつけたみたいな感じになる。アイさん試着したの見て、着た方が断然可愛かった。可愛かったよね。しかも50ドルだったしね。の
ボタンの部分を全部開けてみようと思う。見たい見たい。可愛いと思うんだよね。可愛い。ね、全部色が違うはず。見ずに買ったって怖いよね。確かに。あ、可愛い可愛い。じゃん。じゃん。あ、白。白もいいね。私の肌が乾燥しすぎて引っかかっちゃう。気になってたブランドで。ね、履くとちょっとここがビヨンビヨンって開く感じになる。でも透けるから、多分なんかパンツとかの上に履いた方がいいかなと思うけど。素材もね、繊細ですごい可愛い。一瞬何これ何ミニの買ったみたいな。そうなんです。だからミニも切れそうじゃない。なんかどうしようかと、もうワンチャンサイズじゃないわかる。ワンチャンサイズやばい。そうなの。でもこれ実はすごい、うん、すごくない。でもさ、ここだけで繋がってるんだけど耐久性ある、大丈夫って感じもちょっと気になるところではあるんですけど、着るとめっちゃ可愛いよね。ここがミニオンで、着た時可愛かった。しかもこのね、全部が違うパールの色もあったんだけど、シンプルにこのパールっていうのがうちの方が可愛かった。これはどこのですか？なんかこれはね、ルビって書いてるのよ。あ、できた。すごいんだけど。なになに、ハグクライド、クライドっていう帽子のショップとか、あとはジュージュー、なっちゃんも買ったから、ちょっとなっちゃんじゃーん、かわいいね。これさ、割とボディコンシャスなんだけど、なっちゃんの細さで L サイズでいいぐらい、結構ジュージューって、あのですね、結構、試着したらめっちゃピッチピチ。ピチピチだったよね。うん、でも伸びます。でも伸びるんだけど、ちゃんと戻るよね。戻りますね。そう、洗濯して乾燥機かけると、普通に戻る。膝の部分が伸びちゃうみたいなのが嫌ですね。そうそうそう、あれがないっていうのが、ジュージューのいいところです。はい。いいお買い物。オッケー、Thank you。 イエーイ、ということでちょうどよく来ました。いただきます。ということで、なっちゃんとのダウンタウンの旅はこれでおしまいです。みんなもロサンゼルスに遊びに来てください。じゃあねー。